今世界中で脱炭素社会の実現に向けた取り組みが行われています。大成建設は環境配慮コンクリート DE コンクリートの活用によって CO2 を削減し、脱炭素社会の実現に貢献します。カーボンリサイクルコンクリートはセメントを利用せず、さらに排気ガスや大気中の CO2 とカルシウムを反応させて製造した炭酸カルシウムを利用したコンクリートです。カーボンリサイクルコンクリートはセメントを高炉スラグなどに置き換えて CO2 排出量を大きく削減します。さらに CO2 を吸収した炭酸カルシウムを加えることで、コンクリートの製造時に排出する CO2 より多くの CO2 を吸収します。その結果カーボンネガティブを達成しました。これにより CO2 排出量は従来のコンクリートに比べて大きく削減されます。また CO2 をそのまま吸収せずに炭酸カルシウムとしてコンクリート内部に吸収するため、コンクリート内部は強アルカリ性が保たれます。これにより鉄筋が腐食することなく耐久性が維持され、従来通りの構造物の建設が可能です。この TE コンクリートカーボンリサイクルは人と空間のラボにも使われています。大成建設は環境分野のフロントランナーとして未来を作るコンクリートの開発と適用を進め、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを加速していきます。コンクリートから未来を作ろう。